私の彼はハンサムでとても優しいです。私我の的彼指的是男朋友。我的男朋友 handsome 的 handsome 是英俊，那么它是一个 nake 形容动词，所以连用的时候用 de 来做连用。又英俊，とても很，優しい是温柔体贴的意思。我的男朋友既英俊又很温柔，请跟自己老师念过一遍。私の彼はハンサムでとても優しいです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 。接下来看第四个例题。田中さんの奥さんは綺麗で親切です。田中さん、田中先生の的奥さん是太太的意思。綺麗で、綺麗呢？它是一个形容动词，它是那 k， 不是 e k， 不可以弄错。綺麗，所以要接で表连用。又美丽，親切亲切。田中先生的老婆既漂亮又亲切，请跟自己老师念过一遍。田中さんの奥さんは綺麗で親切です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 。请看例题五。私は35歳で既婚です。私は35歳、35歳で連用。既婚、已婚。我35歳、已婚。请跟自己老师念过一遍。私は35歳で既婚です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 。接下来我们看对话练习。请看例题一。宮本さんはどの人ですか？宮本さん。宫本先生，どの是哪个？どの人哪一位呢？人有很多在那边，那么宫本先生是哪一个人呢？哪一位呢？宫本先生是哪一位？请跟自己老师念过一遍。宮本さんはどの人ですか？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 あの背が高くて青い T シャツを着ている人です。あの那个背が高くて背が高い是身高很高。那么高い变成连用高くて青い蓝色的 T シャツ着ている穿着ている人穿着 T シャツ的那个人是那一位个子高穿着蓝色 T 恤的人请跟自己老师念过一遍あの背が高くて青い T シャツを着ている人です。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 接下来。